どうもドライトです。今年もあと少しとなりました。皆さんはどんな一年を過ごしましたか？今年のマイクラもいろいろとありましたね。ということで今年最後の動画は2022年に起こったマイクラニュースを紹介いたします。もしよろしければ皆さんの個人的ニュースも教えていただければコメント欄に書いてください。それでは今年のマイクラニュースを紹介いたします。まずは今年の大型アップデート、ワイルドアップデートが正式リリースしました。洞窟と崖で登場予定だったオーデンや古代都市の他にも、バイオーム投票で落選したカエルやチェスト付きボートに新バイオームのマングローブまで登場しました。去年のモブ投票で優勝したアレイに、新たにリカバリーコンパスや小玉のかけらにカエルライトやヤギの角、新たな音楽ディスク5と色々追加されました。さらにウォーデンは進化して壁貫通の遠距離攻撃まで追加されました。いろいろ追加したアップデートでしたが、プレイヤーの反応はマイルドアップデートと揶揄されていたようです。そんなこともありマイクラライブではテーマを決めずに紹介していました。今後はそうなりそうですね。マイクラアップデートの下半期では統合版についにスペクテーターが正式実装されました。さらにロケートバイオームや新エクゼキュートも実装され、Java 版に一歩ずつ近づいていますね。2021年の4月1日のエイプリルフールにスペクテーターやロケートバイオームが出るという嘘の動画を出していたのですが、その1年後の4月10日にスペクテーターが出るのではないかという動画を配信し、そして本当にスペクテーターが実装されました。嘘をついて1年後に来るとは思いませんでした。嘘が現実になるとは。そしてバージョン 1.19.50 で正式に実装されました。スペクテーターが欲しい人がいっぱいいたのでやっと登場してよかったです。来年はどんなエイプリルフールにしようかな。そして新エクゼキュートコマンドの実装です。昔のエクゼキュート構文がついに廃止されました。エクゼキュートの後に as や if など様々なサブコマンドが追加し、 Java 版と同じ構文へと変わりました。これには結構嫌がっていた人も多かったですね。ただ覚えれば新しい方が断然使いやすいです。これから勉強して覚えましょう。そして開発段階のマイクラをプレイできるベータ版に変更があり、プレビュー版へと変わりました。開発段階のマイクラを遊べることは変わりませんが、大きな違いとしてベータ版は製品版をベータ版に変えてプレイしていましたが、プレビュー版は別アプリとしてプレイができます。これは結構違いがあり、ベータ版は毎回ベータ版に変えて製品版に戻す作業をしないといけなかったのが、プレビュー版は別アプリなのですぐにプレイが可能です。毎回ベータ版に変えるときはバックアップを取っていたのが、それをしなくなったのでプレビュー版で調べ物をするときがすごく楽になりました。これは嬉しいですね。さらに iOS でプレビュー版ができ、 iOS で開発段階のマイクラを遊べるようになりました。自分は iPhone なので出かけている時に調べられるのでものすごく助かり、マルチプレイ検証をする時にも役に立つので、プレビュー版の登場は本当に助かりました。ありがとうございます。マイクラの購入に変化がありました。ワイルドアップデートと同時に起こったマインクラフト PC バンドルです。 PC 版のみの購入方法で、こちらを購入することで Java 統合版両方のマイクラを一緒に買うことができます。これはお得ですね。さらに以前に片方だけ購入していた人は無料でもう片方をダウンロードできるという嬉しいことも起きましたね。マイクロソフトアカウントに統一されたことにより Java 版と統合版を一緒に買えるようにしたんでしょうね。さすがマイクラさんですね。そして教育版のマイクラがベータ版として無料で登場しました。しかもモバイル版でもできるという太っ腹です。ベータ版なので不具合があるかもしれませんが、教育版も少しやってみたい方はぜひやってみてください。最後に細かな追加要素を紹介いたします。まずダメージやルートコマンドの追加が、実は今年の2月のアップデートで追加され、新セレクター引数のハズアイテムも実は今年の4月に追加されております。今年はコマンド勢にとっても激動な1年でしたね。そして座標ユーザーインターフェースのコピーで、今いる座標や目の前のブロックの座標をコピーすることができ、それをテキストやコマンドブロックに貼り付けることができるようになりました。
スイッチ勢にとってはものすごく楽になりましたね。タップ勢の操作でスティックタイプの操作方法が登場し、意外と操作がしやすくなったかと思います。ただボタン配置でジャンプが上になったのが困っていると言ってた方もいましたね。賛否両論です。そして最大フレームレートの追加により自由にフレームレートを変えることができるようになりました。ディスプレイのフレームレートもあるので、これで処理に関する調整ができますね。最後にデフォルトスキンに7人のキャストが追加されました。サニー、カイ、マケナ、ズリ、エフェ、アリ、ヌールが登場しました。一気に増えて選び放題ですね。ということで、2022年に起こったマイクラニュースを紹介いたしました。皆様いかがだったでしょうか。個人的にはコマンドの数が増え、ハズアイテムはかなりの革命でしたね。今まではクリアでやっていたのが、ハズアイテムで数の指定もでき、ファンクションにも追加できるのでものすごく助かりました。そして新エグゼキュートにスペクテーターの追加ですね。今年はコマンド勢にとっても嬉しい追加要素が多かったです。来年のマイクラはどんな年になるのでしょうか。それでは皆様、良いお年を。来年もドライトをよろしくお願いいたします。